こんにちはよそやマスターですえー、実はですね岩地さんが謝罪動画を上げた翌日7月22日にですね、えー、非常に怖い脅迫むしろ強要といえる事件が起きました、えー、それについてちょっと解説をしていこうかなというふうに思っております順番に説明していきますといきなりですねある人物からツイッターのツイートが異常に来るようになりました合計合わせて50ぐらい のツイート、まあ、今消されてしまったのもあるのでちょっと全部が紹介できないんですが、えー、その中でも悪質なものをいくつか紹介していこうかなと思います。その人のアカウントがですね、えー、港区奄美鮭隊というアカウント名です,ですねから、えー、ツイートがありまして最初ですね、えー、と岩戸千春、まあ、岩地ですね岩地さんの代理人ですと。 いうところで、えー、弁護士の名前を教えてもらえますかと4月12日に、えー、岩戸千春さんに告訴、えー、請求している570万円について話がありますということですねでいろいろ書いてあって最後には、えー、直接自宅行った方がいいですかというツイートでしたまあここから始まってますで、えー、実際ですね弁護士さんがいきなりこんな形で自宅に来るってことはまず普通にはありえませんなので岩地さんのですね、えー、と名誉を傷つけないように言わせていただくと多分ですねまあ分、ま、かりませんが全く関係のない赤の第三者 ファンなのかちょっと何なのか分かりませんがただ単純に岩地,さん岩地さんの代理人を名乗った人からこういう形で話があるから自宅に行っていいかということがツイートがされたと。とですねそこからですね立て続けにわずか数時間で50ぐらいのツイートが来ていてですね次ですねまあいろいろ書いてあるんですが民事刑事どっちにしようかなみたいないろいろ書いてあるんですが「お前のことを全部調べ上げよう君の家族とか交友うう関係ね」ってことで「ハッシュタグロックオン」と。 いいううととところでうちの私のです、ね、家族を調べ上上げようとするツイートが上がっていたと次のツイートでは私の妻である平井雅美山手雅美という本名を書いた上に私の妻が経営している不動産会社株式会社東京女性不動産のハッシュタグを入れてさらに下にハッシュタグで家族構成も全部知っていますと。 いうえー、こういういツイートがされたとで次ですね、えー、そうすると,です、ねえー、と私の妻が、えー、とたまたま上げていた写真を引用して、えー、その種線でガキにミルク飲ませやがってよブレーキオイルでも飲ませてよ。 飲ませとけとけいうことであのうちのですね生まれたばっかりの子供にえミルクではなく前ブレーキオイル飲ませとけというような投稿がされたともう本当にですねこういう形で、えー、うちの妻だけではなく、えー、子供に対してまで、えー、危害を加えようという投稿を繰り返してくるとでその次ですねさらに「計570のわけわからねえ請求はてめえんとこのガキのミルク代か」と「お前らそのまま普通に終わると思うなよ」ということでかなりですね、えー、と私、えー、妻 それも子供3人に対して危害を加えるような投稿がされたと。一人一人戦争してやるからなということが書いてありさらにその下には私の名前とともに私の妻の名前さらに妻の会社の社名かつ家族構成も全部知っていますという投稿がされたと。その次の時の投稿では「開いて会えるといいな」 まあお前のことすでにロックオンしてるんだけどねとということでロックオンして私に危害を加えることが明白な投稿がされているとあとですねその後もあのもいろいろですねもうありすぎてちょっと読めないんですが「震えて眠れ」という投稿がされていたりとか私の名前を書いて「地獄の果てまで追っかけます」という投稿がされたり最後ですね「極めつけ」の投稿私が一番ここに腹を立てて今回の刑事告訴に至ったんですがえっと私の妻の。 ホーームページの、えー、住所と画像まあ,あの不動産会社なんでね、えー、と調べると、えー、住所とか、えー、連絡先が載ってるんですが「奥さんかわいい子供もいるんだ」「あれこれ奥さんの会社?」ってことでさっきのホームページの、えー、住所とか、えー、電話番号が載っていて「海岸なんだ一緒だね」平井「平出くん東京に実家あるんだね」「パパとママは健在かな」「ハッシュタグ見つけた」これやばくないっすか私妻 子供でかつ妻の会社の情報をあげてうちの父親と母親パパとママは健在かなって見つけたこれどう見ても OK なわけないですよね加害目的ありますよねこれだけですみませんこれが投稿されたのが3時15分ぐらいだったんですがその後の3時30分にこの私の妻の会社東京女性不動産に電話が10回ほど鳴っております。で 電話対応をした、えー、女性の従業員に対し私の妻の旧姓である山手とっていう名前なんですが山手出せと。でその後平井出に告訴を取り下げろ。で平井出の弁護士を教えろ。でかつ電話を出た従業員に対してお前の名前名乗れ。であとお前のこと調べ上げるからなと。うちの従業員に対してですね覚悟しとけよと。どうなっても知らねえぞということで10回ほど。 電電話話をを鳴らししててずっととのような電話をしていたとあまりにもひどいので、えー、ちょっとですね私あの実はこの日ですねインフルエンサー万博に行っておりましてちょっと内容あ,のあんまりツイッター気づかなかったんですが、えー、と我々の私の友人からですね、えー、こんな投稿されてるけど大丈夫本当に気をつけた方がいいよということで、えー、気づいて、えー、処置を取ったと。 でまあ、警察に行くのは当然なんですがちょっと身元をちゃんと調べようと思っていろいろな情報集めをしたっていうところで、えー、今回のような特に代表的なものの画像を引用してちょっと、えー、この人誰か知ってるってことでツイートして結構情報が集まったので今回は警察に相談行かせていただきました。岩さんん本人はは別ににこれに全く関係ないのは間違いないいい間違と思うんですがただやはり 岩地さんがねねややっっぱり気軽にやった、えー、行為です、ねまあ、本当におっぱいもまれていないのでそういう名誉損行為をしたことによっていろいろと派生的な被害が起きていることをやっぱりちょっと認識してほしいなというふうに思っております。まあ本当ねこれは岩地さんまた関係ないんであれですがこの,、えーこ,のですね、この港区甘美鮭隊という人に対しては僕もう岩地さんの100倍怒ってます。 徹底的にやろうと思うんで、この人に関する情報がありましたらですね、ぜひ、私の Twitter や、あの、予想やマスターのインフォのメールでもいいので、何でも連絡していただきたいと思っております。それの情報に関しては、すべて警察にすぐ届けようと思っているので、ご協力いただければな、というふうに思っております。ぜひ、ご協力をよろしくお願いします。